はい、どうもなぎです。だけど今回の動画は最強の釣り堀ゴールデントラウト捕獲施設を作成ということで、皆さんゴールデントラウトを釣ったことありますでしょうか？まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、ゴールデントラウトっていう魚は崖の上でしか釣ることができないレアな魚となっていて、まあ、売却価格もジョニーに売れば25,000ベル、間違えた、22,500ベル、普通に売っても15,000ベルと非常に高価格になっています。で、今回の動画はそんなゴールデントラウトやイトウなんかが、簡単に釣れるようになるゴールデントラウト捕獲施設を作ってみました。で、この崖上でしか釣れない魚っていうのは、先ほども言った通りイトウとか、あとは大イワナとかヤマメなんかがいるので、まだねこういった魚を釣っていないって人はぜひ参考にしてみてください。この中でも特にイトウはさっき言ったゴールデントラウトと同じ高価格で売却できる魚となっています。なので、ベルに困っているっていう方とか、あとはイトウやゴールデントラウトをまだ釣ったことがない、博物館に寄贈できていないっていう方は、今回の動画をね最後まで見ていただければ、その問題もね、解決しやすくなると思います。このチャンネルではあつ森の動画を中心に攻略系の情報だったり、いろいろなゲームを生放送で遊んだりしています。いつもねこのチャンネルの動画をおすすめから見てるけど、まだチャンネル登録してないっていう方とか、いち早くあつ森の情報を知りたいっていう方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では今回の動画の全体的な流れとしては、1つ目、ゴールデントラウト伊藤捕獲施設の作り方、2つ目、捕獲施設の注意点、3つ目、崖上にしか出ない魚の出現時期について、4つ目、最後に実際どれだけ釣れるのかっていうのをねやっていこうと思います。で、まず1つ目のゴールデントラウト伊藤捕獲施設の作り方ですね。でもこちらね、まあこれ見ていただいたらわかるんですけど、横3マス縦3マスプラス滝を作るスペースの2マスの川をたくさん作っていきます。まあ、今回はねこちら3段目の崖のところに作ってるんですけど、これ別に2段目でも伊藤とか、ゴールデントラウトっていうのは問題なく出現すると思います。まあ、気持ち的にね、なんとなく3段目の方がレアな魚出るかなと思って、今回は3段目に作りました。まださっきも簡単に説明したんですけど、まあ、この川の作り方、このゴールデントラウト捕獲施設の作り方自体はめちゃくちゃ簡単で、まあ、こんな感じで縦4マスのスペースと、3マスだけこんな感じで、崖をね作ってあげます。で、あとはここを島クリエイターの川でこういった形で削っていきますと、まあ、そうすると他の川と同じようにこんな感じで、魚が出現するスペースを作ってあげることができます。これ3マス ×5 マスで作ってるのには理由があって、幅がね3マス以上の川じゃないと魚がね出現しなくなるので、まあ2マスとかだとね、どうやら魚が出現しないっぽいです。さあ、それでは続いては捕獲施設の注意点についてですね。この捕獲施設の注意点を少しお話ししていこうと思います。まあ、注意点の一つ目が、崖の上にも普通の魚は出現するっていうことですね。まあ、この魚が何の魚かはちょっとわかんないんですけど、先ほど言ったゴールデントラウトとかイトウとか、あとヤマメなんか以外にもシンプルに川魚がこの3段目の崖からは出てきます。よいしょ、あら、イトウ釣れちゃったまさかのイトウ釣れてしまった。まあ、こんな感じでね、もちろんイトウも釣れるんですけど、崖の上だからといって普通の魚がね出現しないというわけではないっていう点にね注意しておいてください。まあ例えばこういった崖の上でもブラックバスなんかの魚は出現します。はい、こんな感じでね、ブラックバスなんかの普通の川魚も出現するので、絶対ゴールデントラウトとかの魚が出現するわけではないっていうことをね、皆さん覚えておきましょう。2つ目の注意点は、先ほどね軽く触れたんですけど、川幅、こちら川幅今回は3マスで作ってるんですけど、こちらね2マスにしてしまうと魚が出現しなくなってしまうので、必ず、幅は3マス以上取ってあげましょう。 3×3 以上のスペースであれば魚が出現するようになるので、 3×3 プラス滝を作ってあげるっていう風にしてあげると川魚が出現するようになります。で、3つ目の注意点が、こちら川の端っこに滝をつけることで川判定にします。これね、滝がなかったら池判定になっちゃうので、まあ、ゴールデントラウトとかイトウみたいな川魚はね釣れなくなっちゃいます。まあ、なので必ずね端っこに滝をつけたりしてあげましょう。さあ、それでは続いては崖上にしか出現しない魚の出現時期についてですね。で、先ほどからちょくちょく名前が上がってる崖上にしか出現しない魚は全部で4種類です。で、この4種類っていうのが、ゴールデントラウト、イトウ、ヤマメ、大イワナの4種類です。で、まあ、結論から言ってしまうと、
こういった魚を釣りたい場合は3月の16時から翌日の朝9時までの間に釣るのがおすすめです。まあ、簡単に言ってしまうと朝9時から15時59分以外の時間帯に釣るようにしましょう。ちなみにこれ北半球の話なので南半球の場合は9月で同じ時間帯に釣るようにしましょう。これね、4種類とも出現する時間自体は同じになっています。北半球の場合時期はヤマメとオオイワナが3、4、5、6、9、10、11月で、ゴールデントラウトが3、4、5、9、10、11月で、イトウが1、2、3、12月となっているので、まあ、なんで4種類が被ってるのが3月になります。まあ、イトウだけがねちょっと出現する時期が限られているので、まあ、この4種類が被る3月にこのガキウエの捕獲施設を作ってあげるのがおすすめです。まあ、時間変更してない方とかだとゴールデントラウトが、今月のこの5月でね釣れなくなってしまうので、まだねゴールデントラウトを釣っていないっていう人は早めにこの捕獲施設を作ってあげて早くゴールデントラウトを釣ってあげましょう。でこれ北半球の話なので南半球の詳しい時期については、まあ、これ以上ね説明しちゃうと長くなっちゃうので今回は、省略させていただきます。まあ、とりあえず北半球は3月の16時から翌日の朝9時の間に釣るようにしましょう。で南半球の場合は9月っていうのをね覚えておけばいいと思います。さあそれではここからは実際にどれだけ釣れるのかをやっていきましょう。まあ、釣り方の手順としてはこうやってバーっとね川を見ていって川に魚がいなかったら一回家に入ります。こんな感じで、住民の家を近くに置いてあげるとまあ一回労働が入るので魚が出現しやすくなるという形ですね。さあそれでここからは、魚が出現しないかをもう一度確認しに行きます。これで魚がいないっていうのが分かったらもう一度労働を挟みますっていうのをね、基本的に繰り返していく形になります。まあ、なのでこの捕獲施設ですね、ゴールデントラウト伊藤捕獲施設を作る際はスペースを広く取れば取るほど1回のねこの周回が短くなるので、まあ、島のねスペースに余裕がある人はたくさんスペースを取って作ってあげるようにしましょう。まあ、今回はねちょっと僕は 5×2 の10個分しか作れなかったんですけど、まあ、余裕ある人はねたくさん作ってあげましょう。あとは魚の餌とかを持っている方は別に、まあ、たくさん作らなくてもこれで餌をまいて、まあ、出現するかどうかっていうのを確認してあげるのもいいかもしれません。まあ、このね魚の巻き餌使うのであればこの捕獲施設一マス分だけでねこんな感じで十分なので、まあ、魚の巻き餌たくさん作ってこの捕獲施設を一箇所だけ作ってひたすらねあとは釣っていくっていう形でもいいかもしれません。はい、魚の巻き餌とこれで大きい魚影が出てきたらいいんですけど、まあ、これはまあ、ヤマメとかの可能性もあるのでちょっと一応念のため今回は釣っていきます。はい、と違いますね、これウグイですね。でちなみになんですけどこれ川の向きですね、これ川の向きを、まあ、川の向きっていうか滝の位置ですね、これ滝の位置下と上向きにしているのは理由があって、魚ってこう川の流れに逆らって体の向きを変えるので、まあ、下側は滝が下側に流れるようにして上側は滝が上側に流れるようにしてあげると、こうやって下側と上側で魚のね、向いてる方向を決めることができます。まあ、なので、この形とね、同じような形で捕獲施設を作ってあげると、多少釣りやすさが上がると思います。で、今回ね、ちょっとスペースに余裕がなかったので、これ間1マスになってるんですけど、この川と川の間は2マスぐらいね、スペースを作ってあげると、魚の釣りやすさはね、さらに上がると思います。さあここからはねガンガン魚を釣っていきましょう。万太郎いつまでお前ここにいるんだよ、邪魔だなおい、どけ。あ、どいた。さあじゃあここからね、ちょお前邪魔だよマジでマジで邪魔、そこはマジで邪魔、頼むどいてくれ、おい邪魔やって。さあここからねガンガン釣っていきましょう。はい、いやー土壌か。はいはい、お、これはヤマメだ。ヤマメも確か、あれですね。あ、やべ、木の釣り竿壊れた。まあ、ヤマメも確か、あれですね、崖上からしか取れない魚なので、まあ、今回の目標の一匹でもありますね。さあ、それじゃあ、どんどん釣っていきましょう。はい。はい。ほ、残念。はい。残念。お、これはもしかして？おぉ、大イワナ。おぉ、大イワナっておかしいな、なんか。大イワナね、釣ることができました。こいつも崖上からしか釣れない魚ですね。お、来た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 。やっと釣れた、ゴールデントラウト。いやー、長かったー。いやー、無言になっちゃってたわ、途中。ということでね、大体今回釣れた魚はこんな感じです。まあ、結構ちょくちょく間で売っちゃったりもしたんですけど、まあ、ヤマメが4匹と、大イワナが1匹。で、イトウが1匹に、
ゴールデントラウトが1匹ということで、まあ、この4種類の魚はね、この崖上の川からしか釣れないので、まだねこの4種類の魚持ってないっていう人はぜひ今回のゴールデントラウト捕獲装置をね作ってみてください。まあ、基本的には崖上に3マス ×5 マスの滝付きの川を作ってあげれば、簡単に作れると思います。今回の動画が参考になったっていう方はぜひチャンネル登録、そして高評価の方もねよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。